7月7日を前に七夕の飾り付けが新潟市で始まりました。地元の園児たちは短冊にどんな願い事を込めたのでしょうか。新潟市中央区の時メッセにやってきた子どもたち、カバンから取り出したのは願いが込められた短冊です。七夕を前に毎年行われているこのイベント、今年は5年ぶりに市内の園児およそ400人が書いた短冊が飾り付けられます。恐竜に乗れますようにって書きました。恐竜誰と乗りたい？一人で乗る。温泉に行けますように。こちらは歯が治りますようにと書かれた短冊。歯が痛む、多分治らないと思うかな。大好きなママへの願いも。ママと一緒に牛したい。ママ好き。子どもたちのたくさんの願いが込められた七夕飾り、今月15日までときメッセで展示されます。